毎度本田圭太撮影事務所の本田圭太です。今日は2024年の2月7日水曜日です。今日はですね、私の誕生日でございますということで、ですね、37歳になりましたということで、2月の7日こちらの誕生日、有名人でいくと、モーニング娘。のかごちゃんとか、あとは向井理さん、あとはなんでこのデータが残ってるかわかんないですが、聖徳太子さんともね、同じ誕生日ということで、本当かいっていう感じですか。はい、まあそんな誕生日でございます。はい、ということで、まあ僕のね、誕生した時のあのエピソードをね、今日はお話ししようかなと思います。まあね、父親と母親で聞いたお話なんですが、私はですね、大阪府の東大阪市という、ところで生まれました。最寄り駅はですね、氷炭山というですね、あの駅でして、まあね、なんか初めて聞く人からしたらなんかすごい名前だなと思うかもしれないんですが、そこの、市民病院で、生まれまして、そうで、母方の、からすると私初孫になったみたいで、まあ、じいちゃんばあちゃんもね、すごく楽しみにしてたみたいで、で母親が破水して、そう分娩室入って、で、まあね、じいちゃんばあちゃんと、まあ、父親 と、みんなで見守られながら、過ごしてたんですが、結構ね、そう分娩室入ってから時間長かったみたいで、で、まあ、周りもね、みんなも、まあ、お腹が空いたみたいで、それでね、みんなでこう、母は分娩室で残って、残りのみんなはね、そうみんなお寿司を食べに行ったらしいんですけどね。でそのタイミングで、まあ、私が本当生まれたみたいで、そうで母がね、結構そう言ってたのは、もうお寿司なんか食いに来やがってみたいな感じで、なんか母親が結構怒ってたみたいですね。まあその間にね、私が生まれたということで、結構その空気読まずに僕生まれてきて、あ、すいませんって感じですが、はい、まあそんな感じで、まあ、37年経ちました。本当にね、父親とね、母親に感謝しております。本当にね、ありがとうございます。でまだまだちょっとね、話したいことはありますが、今回ね、ちょっと話以上にしたいなと思います。今日は、栃木県足利市の天候は晴れですね。最高気温11度、最低気温がマイナス2度となっております。路面の状況もですね、積雪もちょこちょこもう溶けてきた感じかなと思いますが、まだまだね、油断しないようにしてください。はい、という形でね、今日は私の誕生日ということで、仕事の方はね、オフにしたいなと思います。まあね、楽しく過ごしたいなと思っております。で、37歳はですね、本当に飛躍の年にしたいなと思っております。もうガンガンね、攻めの姿勢でいろいろやっていきたいなと思っておりますので、引き続きね、皆さん応援の方よろしくお願いいたします。という形で、皆さん良いフォードライフをお過ごしください。本田圭太撮影事務所の本田圭太でした。ほなねー。